皆さんこんにちは、ビリジェンの柿谷です。本日はですね、自宅でやるトレーニングをですね、皆さんに紹介していきたいと思います。で、自宅といってもですね、やっぱり器具がないので、こう簡単なものでね、例えばこういうダンベルであったりとかですね、こういうアブローラーとかですね、あとはジムボールね、ジムボールとか、こういったものだったら大体1000円とか、3000円、5000円とかでね、手に入ると思いますので、でまた春にはですね、ダンベルのね、ちょっとセットも、ビレジェンドの方で、こういうプッシュアップバーとかね、こういうグッズも販売していく予定でおりますので、楽しみにしておいてください。で、ちょっとトレーニングを紹介していきたいんですけれども、例えばですね、こういうね、プッシュアップバーを使ってですね、こんな感じでですね、プッシュアップバーを使って、プッシュアップ、腕立て伏せですね、をやっていくこともありますし、これをね、手の位置を左右変えたりね、もう例えば、ゆっくりね、もう普通のペースでやるんじゃなくて、ゆっくりスローで行うことによって負荷をさらに上げるとかね、いろんな方法があります。スクワットとかでもそうなんですけれども、やっぱりこうスローにやることで負荷がぐんと上がりますので、ぜひちょっとそういうこともね、考えながらやってみてください。はい、で、こういうアブローラーを使ってですね、自宅で、あとこういうヨガマットなんかもそうですよね。こういうのも1000円とか2000円くらいで売ってるんで、こういったものもいいと思います。で、こうアブローラーをね、解説をするゆとりはこの辺が、立ち転がったりですね、いろいろできる。もうすぐお風呂が沸きますということなんで、お風呂入る前にやってたんですけれども、あとこれもですね、こういうのね、ジムボールなんかにも例えばこうね、ちょっとお尻、ただ空気抜いちゃってるんですけど、お尻と腰あたりにですね、引いて、で、こういうクランチをします。極力勢いをつけずに、ゆっくり腹筋の収縮を感じながら、やってます。で、腹筋っていうのは前からこれだけしか動かないんですよね。だけどボールを入れてあげることで反ることができるから、その分可動域が増えるんですね。そして収縮を感じやすくなるので、こういうジムボールを入れるのはいいかなと思います。で、ジムボール持ってない人でも、ジムボール持ってない人でも、例えば腰の下にこう座布団を引くとかね、クッションを引くとかっていうことをすればですね、この腰にちょっとこうアーチをね、こう何て言うのかな、反るような感じでね、そういうことができますので、試してみてはいかがでしょうか。はい、いろんなトレーニングできるんですけれども、ぜひ皆さんにですね、今日はジムに行けないと、だからオフにする、これももちろん体を休める意味ではいいんですけれども、ただね、もう癖になってこうなんとなくやらないっていうんじゃなくてですね、少し時間があるときはこういったトレーニングでも5分10分やればですね、かなり効かせることができますので、取り組んでみてください。お風呂が沸いたみたいなんで、お風呂入っていきたいと思います。でですね、ちゃんと、トレーニングが終わった後にはですね、ちゃんとね、こういうビーレジェンドですね、しっかり、今僕は、激おもチョコ飲んでます。はい、ということでトレーニング後にはビーレジェンドを飲んでですね、しっかりと、パワーアップしていただければと思います。ということで今回、自宅のトレーニング動画でした。皆さん、それから頑張ってください。